皆さんこんにちは、ビムチャンネルの二上です。この動画では建設業で使われるビム、こちらをですね、皆さんと一緒に学んでいこうというチャンネルになっております。はい、前回は通り芯の作成の基本を学んでまいりました。今回はその通り芯記号の編集方法ですね、学んでいきたいと思っております。それでは行ってみましょう。はい、それではまずは通り芯の線種を変更していきます。通り芯もですね、この一つのファミリーということなんですね。なのでこの線種とかですね、記号とか変更したければ、例えばタイプ編集で変更したり、あとこの丸とかですね、あと文字とか、こういったものはファミリーの方で変更したりということになってきます。で、今回この線種ですね、変更したいときはタイプ編集をクリックいたします。で、今はですね、通り芯というファミリー、そしてタイプが 6.5 ミリという名前のタイプで作図されております。その中の終端セグメントのパターン、こちらをですね、変更することによってこの線種を変更することができます。今グリッドラインになっておりますが、これを例えば1点破線とかにしてですね、適用を押してみます。はい、そうするとこの辺の表現がね、変わりました。で、これらの2通りとか3通りも同じファミリーで同じタイプで作っておりますので、同時にですね、変更されたことが確認できます。はい、セグメントのパターンはですね、グリッドラインの方に戻しておきたいと思います。グリッドラインで適用をして OK です。はい、続きまして通り芯の中間を非表示にしていきます。はい、今ですね、通り芯がこのズバッと左から右へ、上から下へ通っている状態なんですけども、例えば簡単な図面を描くときなんかは、この壁の中まで通り芯はいらないよというときがあると思います。その場合どうするかということですね。これもですね、タイプの変更で対応していきます。まずは通り芯を一つ選択いたしまして、タイプ編集をクリックいたします。その中の中心セグメントというパラメータがありまして、今実線になっております。こちらをなしにしていきます。そして適用をして OK を押します。はい、そうするとこのような形でこの中ですね、中を切ることができる、省略することができる、非表示にすることができるということでございます。この非表示の範囲っていうのはですね、この通り芯をクリックした時にこの青い丸が出てきますので、ここでですね、ちょっとこう長くしたり、こんな感じですね、ここは短いですけど、ここ長くなりましたね、とか、まあ戻したりと、短くしたりというようなことができます。はい、続きまして通り芯記号の円の大きさを変更していきます。はい、では続きまして、この円の大きさですね、こちらを変更する方法について学んでいきます。あ、その前にですね、ちょっとこの真ん中非表示は解除していきたいので、元に戻したいので、中心セグメントはなしではなくて実線に戻しておきたいと思います。適用して OK です。はい、ではこの丸の大きさですね、修正していきます。そのやり方の前にですね、ちょっとまた通り芯選択してタイプ編集をクリックいたします。はい、それはですね、この記号というパラメーターのところでコントロールされているんですね。今通り芯記号円という名前の、まあ、一つのですね、注釈記号というものがここに入っているわけなんですね。これも一つの、ファミリーになっておりまして、それがこの中に組み込まれているということでございます。ではこれを変更することで、まあ、いろいろなね、符号なしとかですね、違うタイプにこう変更することもできるんですけども、ではこれがですね、どこにあるかということなんですけども、一旦キャンセルをしてですね、プロジェクトブラウザの方に行きます。プロジェクトブラウザのファミリの方をプラスで開けていきます。その中の、はい、こちら注釈記号というものがございます。こちらプラスを押して、さらにたくさん出てくるんですけども、その中の下の方に通り芯記号円というものがございます。で、これがファミリの名前ですね。さらにプラスを押すと、ここに通り芯記号円という名前のタイプが1個入っております。こっちがファミリーで、こっちがタイプですね。で、タイプの方を選択した状態で右クリック、そしてタイププロパティですね、こちらをクリックいたします。はい、そうするとタイププロパティということで、さっきは通り芯のファミリーだったんですけども、今度はその中にあった、さっきこの辺にあったですね、通り芯記号円という名前のファミリー、そしてタイプのタイププロパティに入ることができました。で、その内容がですね、半円 6.5 というふうにありますので、ここの数値を変えることによって円の大きさを変更することができます。もちろんですね、ここで新しいタイプをですね、今1個しかないですけども、複製してから小さくするっていうやり方でもいいかと思います。教科書ではですね、そのまま直接これを5に変更しているので、 6.5 から 5mm に変更して、でちょっとこの丸の大きさもね、ちょっと見ながら注目しながらいきたいと思います。で、 OK を押します。
はい、そうすると全体的にね、ちょっと丸の大きさが 6.5 ミリから5ミリに変更されたということでございます。ちょっと確認してみたいと思います。もう一度確認ということですね。通り芯自体をクリックしてタイプ編集をクリックします。はい、でここの内容を今ですね 6.5 ミリからですね5ミリに変更したということで、こことここが連動している、つながっているということでございます。でただですね、この通り芯自体のタイプはですね 6.5 ミリという名前にで作ってしまっていますから、そうするとこの内容がねリンクしないと、名前と内容はリンクしないということをですね、これは注意点でありますので、まあ、例えば、まあ、うまくやるならここで名前を変更して 6.5 ミリじゃなくて、まあ、5ミリというような感じで、こっちの大きさも変えたんだったら名前の方もですねこういうふうに変えてあげるとですね、まあ、間違いというか分かりやすくなるのかなというふうに思います。まあ、一応ちょっとこれは教科書にはないかもしれませんけど、まあ、5ミリに勝手にちょっと変更させてもらって適用して OK にしておきます。はい、それでは続きまして、通り芯記号の文字の大きさを変更していきます。はい、この線種を変更してこの丸の大きさまで変更できました。では最後にですね、この文字の大きさもこの円が小さくなりましたから文字の大きさも変更したいと思います。はい、そのやり方なんですけども、今度はですね、今まではタイプ編集の方で編集していったんですけども、今度はこの通り芯のファミリの中で編集するということをやっていきます。ではそれはどういうことかと言いますと、この通り芯記号円というこの円と文字、このファミリの中に入っていくんですね。こっちがタイプでこっちがファミリというふうに申し上げたので、ファミリの方で今度は右クリックをして編集ですね、こちらをクリックしていきます。そうすると別タブ、別ファイルが開かれまして、これがですねまさに通り芯記号円の .rfa ということで、ファミリのデータを別で開いたという状態になります。この円の大きさちょっと確認のためにクリックしてみますけど、ここちょっと小さいですけど 5.05 ミリになってますね。さっき 6.5 から5ミリに変更したのが反映されていると思います。はい、で今やりたいのはこの文字ですね。これはラベルになっているので、タグラベル 4.5 ミリというもので書かれております。なのでこれを小さくしていくということをやっていきたいと思います。まずこのラベルを選択いたしまして、タイプ編集をクリック、そして今は 4.5 ミリのタイプが1個しかありませんので、これを複製したいと思います。で 4.5 ミリではなく3ミリというふうに名前を変更して OK をクリック。はい、そして3ミリのタイプを1個新たに作りました。で名前を変更したら内容を変更していきます。もともと文字サイズが 4.5 ミリだったので、これを 3.0 というふうに打ち込みまして、OK を押していきます。はい、そうすると、タグラベルが3ミリになりまして、これ 4.5 ミリにすれば元に戻るし、今作ったばっかりの3ミリにすれば小さくなるということでございます。はい、それでは文字の大きさ変更できましたので、プロジェクトにロードしていきます。ロード。はい、そしてこのファミリですね、今作ったファミリ、変更したファミリを、パラメータですね、プロジェクトの方のパラメータを使うか、さっきの、ファミリ側の方のパラメータを使うかっていうので、ここで2択聞いてきます。今回はどちらでも一緒ということなので、まあ、ファミリ側のパラメータちょっと上書きしたいと思います。下の方でクリック。はい、そうすると文字の大きさがですね変更されました。ちょっと小さくなったということでございます。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。今回はですね、通り芯記号の編集方法について学んでまいりました。次回なんですけども、第3章の続きといたしまして、内部の壁を作成していきます。それでは今回の動画は以上になります。また次回の動画で学んでいきましょう。